白竹高校の学生じゃないか。ここを通らないように言っておいたのに。おい、誰か救急車を呼べ。なんて男だ。何者なんだあいつ。やっぱりダメだ。おい、助けろ。池戸君、君が前の高校でどんな生徒だったかはちゃんと分かっている。しかし我が校で何か問題を起こせば即退学にする。まあ普通におとなしくしていればいいということだ。分かったね。それから君の入るクラスには藤本という生徒がいるが、彼ともあまりことを起こさないように。返事は、ほら、校長がおっしゃったことに吐いた頭を下げんか。頭をほら、くっくのくのくの、初日から遅れてきてその態度は何だ。ぬくくんが、今日からうちのクラスに新しい友達が入ることになった。池戸貞治君だ。みんな仲良くするように。それじゃあそこの空いてる席だ。悪いな、わざとじゃないんだよ。なんだよ、恐ろしい顔してるくせに大したことないやつだな。お前、さっきの授業サボったろ。バリ、なんかかったるくってさ。今度は誘うよ。そうじゃなくて、転校生が来たんだけど、そいつが…ん？うんちコーナーに誰か入ったぞ。学校でうんちするとは、見上げたやつ。おお。出てこいこの野郎。俺たちを鹿としていい度胸じゃねえか。ゴリラ。なんだ、転校生くんじゃないか。彼がさっき言ってた転校生の名前なんかどうでもいいや。我々は君のことをゴリラーマンと呼ぶことにしたからね。あ、ゴリラーマン。ナイスなネーミングじゃねえか。ゴリラーマン、うん、かっこいいよ。この瞬間に彼はゴリラーマンとして生まれ変わったのだった。
さすが藤本、こいちゃすごいぜ。今日こそこの新必殺技二段蹴りで塚本の野郎をぶっ倒してやる。よし、じゃあそろそろ行こうぜ。おう、今日は白竹校と真柴校の長年の構想に終止符を打つ日だ。おお、よし行くぜ。お、ゴリラマンじゃねえか。藤本、こいつ誰？今日うちのクラスに転校してきた池戸ってやつなんだ。なあ藤本、こいつ連れてってみないか。こいつの顔には敵を震え上がらす何かがあると思うんだ。こんな顔そうそうないぜ。なるほど、相手をビビらせるくらいには役立つな。よし、みんなに紹介しておこう。名前なんてどうだっていい、ゴリラーマンと覚えといてくれ。ゴリラーマンか、なかなかかっこいい名前だな。まあよろしく頼ま、仲良くやろうぜ。よろしくな。迫力あるからしてるね。そのまんまだ。ち、遅えな。お、すまねえな。あ、なんてタバコ吸ってんだお前は。お、遅れてきていい態度だな。あ、塚本がいねえぞ。構わんさ。さあ早く。藤本。お、そうだゴリラマン、お前はここまででいいよ、帰れ。さあ新必殺技の二段蹴りが吠えるぜ。殺したる。かかれ。おお、こいつ白竹校のやつだ。かつて A6 3年5月、織田信長が今川義元を破った桶狭間の戦いにあやかって我々も奇襲を浴びせようとしたのに、読んでいたとは。さてはさてはこいつ歴史的戦術に詳しいな。恐ろしいやつ、かかれ。白竹校の恐ろしさが分かったか。ちゃんと療養して体大事にしろよ。おかしいな、塚本さんたちの本陣が奇襲してくるはずなのに、どうしちゃったんだろう。
天芝のひよっこども、これで当分はおとなしくなるだろうな。ああ、見事な勝利っと。ただこただこ、勝利の一服としゃれ込もうかな。なんだ、ゴリラマンじゃないか。貴様、我々のファイトを見てたろうな。おお、これはギザ銃じゃないか。やるじゃねえか、ゴリラマン。危うくギザ銃を投入しまうところだったぜ。ありがとうよ。ねえねえ、あの紅白のすっごく大きいわね。ほんとほんと、一匹で何人分かしら。やだテレビ言ったら。ほら、恋にいたずらするんじゃない。もう授業が始まるだろ。白竹高校用務員大野玉男、錦鯉の飼育と考える人のレプリカを磨くことを生きがいとしている男。はっきり言って彼は白竹構成に嫌われていた。おお、あれが池の主か。何が主だよ。ただでっけえだけだろ。いいじゃねえかよ。気分の問題だよ。やった2匹目立て続けだぜ。ほれほれほれ。でっけえ恋して大喜びしてんじゃねえよ。連れて当たり前なんだよ。おお、校長、藤本たちが池の恋を釣ってます。何、全くろくなことを宣伝中だ。ちょっと東野さんに知らせるんだ。はあ、やった、またまたヒット。うるせえんだよ、釣り人のマナーを守れよな。大野さん大変です、生徒たちが池の恋を。なんして。なあ、わあ、クソガキどもが。ゴリラマン、ぼーっとしてんじゃねえよ。主を釣ってるじゃねえか、主を。あげろ、釣り上げるんだ。大騒ぎになっちゃうだろうが。いけねえ、用務員の親父だ。おい、まずいぜ。何をしとるか。農林大臣賞を受賞したこれよ。貴様ら、私が大切に育てた鯉たちを、なんてむごいこと。おっさん、気を落とすなよ。来ちまったってわけじゃないし。こんなことをして何とも思わぬとは。最近の若い奴らは人間性が欠落しておる。どうしたの、おっさん。いや、私はかつて若い頃、柔道の試合中一人の男を再起不能にしてしまった。その頃の私は東京オリンピックに出場していれば必ず平身庫を倒すと言われていたほどの逸材だった。なんか本当っぽいな。しかしそれ以来私は二度と自らの技を使うまいと封印してきたが、しかし貴様らのような奴らは許さん。私は男の誓いを破るぞ。やっぱりヤバいみたいだな。逃げようぜ。おのれ、待たんか。
えないのか。バカにするんじゃない。うわっ、わ私の背負い投げをかわすとは、こいつは一体。どうしてくれるんだよ。おい、なんとか言ったらどうなんだ。なんだよ。やるのか。こら、そんな薫じゃみっともなくて乗れやしねえよ。どうしてくれるんだよ。何すんだよ。いいか、体育の授業は遊びではない。あくまでも訓練だからな。いいな。いけどか、嫌な生徒がうちのクラスに入ってきたもんだ。ただでさえうちのクラスには藤本と中島という嫌な生徒がいるというのに。しかし私は目に見えないプレッシャーをかけていくからな。よし、今日はサッカーのパスの練習だ。好きな者同士3人ずつに分かれて練習開始。どうだいけど、転校生の貴様はグループを組むことができまい。私はなんて陰湿な体育教師なんだろう。よし、ゴリラマン、俺と組もうぜ。問題児同士くっつくとはなんということだ。くそ。いたよ、ほらい。ちょっとカオリ、何やってんのよ。どうしたの、カオリ。あの人、ねえ、ほら、あそこのジャージがみんなと違う人、あの人よ、今朝私を助けてくれた人。え、あの子も知ってる。隣のクラスに転校してきた子よ。名前は知らないけど、ゴリラーマンって呼ばれてるみたい。ゴリラーマン。どうですか、池戸貞治は。はあ、今のところ大きな問題は起こしていませんが、彼は危険な生徒ですからね。気をつけてくださいよ。はい、ちゃんとマークしております。しかしどうも河野先生のクラスは評判が良くないですな。成績は良くないし、藤本とか中島とか他の先生からも問題の生徒がいると。はあ、しかしそれは私の責任というより彼らの場合。言い訳はやめなさい。言い訳は、あんただって教師でしょうが。しかも君は体育教師だろう。もっとスポーツマンらしくしたまえ。おお。
い池田、掃除の時間だろうが。何突っ立ってるんだ。掘るなと言ってるんだ。拾え。ほら。おい、なんでネクタイをしてこないんだ。聞いてるのか。帰りのホームルーム出なくていいから掃除してろ。あとでちょっと裏庭へ来い。いいな。ほらお前ら教室に戻れ。お前らさっさと行け。得意の呼び出しか。しかしやけにゴリラマンを目の敵にするじゃねえか。まあその分俺たちは楽だけどな。しかしゴリラマンもかなりムカついてんじゃないか。持ってないで掃除しろ。いいな。何かというとここへ呼び出すな、あの先行。どうもお前の生活態度は良くないな。人の言ってること聞いてるのか。おい、今日の夜お前の親父さんに電話するからな。服装や生活態度、進路についても話し合うつもりだが、一度直接話した方がいいかもしれんな。今週の土曜日頭髪検査があるが、まあお前の場合頭は大丈夫だがな。なんだその目は。怒ってるのか。まさか私を。おい藤本、ゴリラマンのやつ河野を殴ろうってんじゃないだろうな。やばいな、あれは。ほっとくわけにもいかねえしな。どうすんだよ。こいつだ、やつを正気に戻してやる。え、この距離から当たるかよ。勝手の野球部エースだぜ。おい、ちょっと。うわっ、誰だ、出てこい。どこだ、どこにいる。しょうがねえな。出てこんか。そっちか。出てこんか。おい、ゴリラマン、やばかったな。お前が教師を殴ろうとするほどバカだとは思わんかったぜ。ま、教師なんていろいろある職業の一つに過ぎないし、河野みたいな嫌な奴がいるのも仕方がないさ。別に河野に好かれる必要もない。ま、楽しくやろうぜゴリラーマン。うわそこにいるのは誰だ。やべ、逃げるぞ。またにか。おい急げゴリラマン。おはよう。おはようゴリラマンさん、この間はどうもありがとうございました。どうしたんですか、その手。あ、ごめんなさい、痛いですよね。ちょっとカオリ、いつの間に知り合いになったの。え、ねえ、今のゴリラみたいな子誰。ゴリラみたいって失礼じゃない。割と加賀たけしに似てるのに。ちょっとあんなごっつい加賀たけしいないわよ。ごっつすぎるわよ。でも。まったく悪質な生徒がいますな。しかしどうやったんですかね、これは。
やっぱり鉄パイプかなんかでぶったたいたんですかね。まああまり頑丈なものではないんですが。しかし校長、必ず犯人を探し出してください。私は錦鯉の飼育と考える人のレプリカを磨くのが生きがいだったんですよ。大野さん、まあそう興奮しないでください。河野先生、ここはあなたのクラスの掃除区域ですよね。はい。昨日は一人居残りで掃除させたんですが。そいつが犯人じゃないんですか。どんなやつなんですか。池戸という最近転校してきた生徒でして、ゴリラのような。でもまさかやつが。あいつだ、あいつに違いない。大野さん、まだその生徒と決まったわけでは。待ってろよ、必ず仇は取ってやるからな、ロダン。しかしこの前のビデオに出てた女すごかったな。そうそう、ありゃ女子高生とは思えないよ。うん、おいお前ら。なんだよ、用務員の親父が何の用だよ。池戸はどうした。ゴリラマン、そういえばあいつ右手にぐるぐる包帯巻いてたよな。お、包帯、まさか素手でロダンを。それはもしかして昨日学校の彫像を壊したからじゃないのか。ああ、考える人のこと。ゴリラマンがそんなことするかよ。昨日の帰りまで右手は何ともなかったぜ。なあ。ああ。ん？私を池戸のところへ案内してくれ。あいつは恐ろしい男なんだ。あの彫像を壊したのは池戸に違いないんだ。頼む。わかったよ。ついてきな。ここは武道場じゃないか。どこに行けどが。何のつもりだ。忘れやしないぜ。幻のオリンピック代表だかなんだか知らねえが、よくも俺をぶん投げてくれたな。なんだと。あれはお前らが池の恋を。うるせえ。今日は仕返しじゃなくて、ぶん投げられた時の正当防衛をさせてもらうぜ。な、無茶な。藤本、ほら行け。勝負は1対1だ。ちょ、なんだよ。必ず兵神子を倒すと言われた私に無駄なことを。親父、上等じゃねえか。兵神君が強いか俺が強いかはっきりさせてやろうじゃねえか。ま、あ、待て、私は池戸を。私は池戸を探していると言ってるだろう。ゴリラーマンさん。どうも。あの、ゴリラーマンさんって池戸っていう名前だったんですね。あの、私がゴリラーマンさんって呼ぶの怒ってました。あの、何を言っても無表情ね。あの、池戸くんって加賀たけしに似てますね。ねえ、今微妙に表情が変わったよね。うん、変わった変わった。誰も見たことないんじゃないかしら。ミツとの遭遇よね。
っちゃったのかな。ダメよ、変なこと言っちゃ。ねえ、帰ろっか。もうホリラーマンさんは唯一私が気軽に話しかけられる人だったのに。どうだおっさん、参ったか。チョコ材な技を。私を畳に這わせるとは恐ろしいやつ。しかし私は柔道着を着ると強くなるのだ。このおっさんは。うわ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 どうだ、参ったと言え。まだまだ。ゴリラみたいな顔したやつ見なかったか。ゴリラーマンのやつどこにいるんだ。どうだ。なかなかやりおる。しかしまだまだ。お見事。ゴリラマン来てくれ。藤本が。藤本は。おやじ、なかなかやるじゃねえか。いやいや、お前さんこそさっきの巴投げなんぞは見事なもんだ。それにあの蹴りの鋭さ、なかなかのものと見たぞ。いいえ、大したことないって。藤本、パスパス。おお、三村頼む。何やってんだよ。おい先輩、ボールボール。しょうがねえな。おい、ボール取ってくれよ。取ってくれだと。二年坊主が三年生に向かって舐めやがって。何やってんだよ、ゴリラーマン。
ビーズ。まったく情けねえよな。こいつよ、藤本にボール取ってくれって言われてどっかに蹴っ飛ばすのかと思ったらよ、ドリブルして藤本のところまで届けてやんの。ああ、おいおい、情けねえやつだな。おめえら笑えんのかよ。マシはこうと揉めた時何やってたんだい。あん時は藤本たちばっかで俺たち3年は影薄かったしよ。やつの二段蹴りはすぎんだち。今年の2年は気合入ってんからな。おめえら、あ、マサちゃん、黙って聞いてりゃ2年生に舐められやがって。情けねえこと言ってんじゃねえぞ。あ、だってマサちゃん、泣き言言ってんじゃねえ。てめえらも同じだ。ん、やあ、あら、あじゃねえよ。アキラ、なんだよその光源氏みたいな髪型は。5年間やってきたパンチパーマーどうしたんだい。あれはもう卒業だよ。おい、それら聞いてくれ。さっき女の子とデートの約束しちゃったんだぜ。ねえ、マサちゃん、似合うかな。なんだよ、なめせんじゃねえぞ。うるせえ。おめえみてえのがいるから二年生に舐められんだ。藤本なんか大したことはねえよ。俺がぶっ殺してやら。よう、ちょっとマサちゃんが用があるってんだけどよ。よう、ゲーセン寄ってこうぜ。ゲーセン。でも金ねえしな。どうした、一人じゃ怖いのか。ん、安心しな、マサちゃんは怠慢だって言ってるからよ。やっぱりあの二人結婚するんでしょ。私最初からそうじゃないかなと思ってたんだ。それで、うん、どうなんだ。でも楽しみだよね。来週こそ絶対に見逃せないよね。連れてきたぜ、マサちゃん。よく来たな、藤本。よーってなんだよ。くだらねえことならとっとと帰るぜ。怖えのか。出てみろよ、5人がかりで血だるまにすんぞ。俺に勝てるとでも思ってんのかよ。先輩。ん、やっぱりアキラ先輩か。本当だ。パンチはどうしたんすか。パンチはイメチェンってとこよ。どうかな。前よりずっといいよね。ああ、8番いいっすよ。俺は前の方がいいな。いや、
結構かっこいいっすよ。全然違って見えるよな。おい、お前ら学校へ行け。藤本がやられてるぞ。藤本、てめえ随分と舐めた真似してくれてるそうじゃねえか。俺たち三年を何だと思ってんだよ、てめえ。おい、ゴリラマン、藤本が大変なんだ、一緒に来い。生物教室だ。お前、生物教室知らないのか。だあ、俺たちの後をついてこい。おい、今すごい音したけど、マサちゃん大丈夫かよ。大丈夫だって、さっき覗いたら一方的にやってたぜ。俺たちに情けねえこと言ってんじゃねえっつった時はムカついたけどよ、マサちゃんも口ばっかじゃなくやる時はやる男だったわけだ。10分経ったら入ってこいって言ってたけど、あの分じゃ入った時にはとっくに肩がついちゃってるよ。出番があるんならこいつで膝のあたりを一発ぶちかまそうと思ってたのにな。おいおい、そんなものでやったら膝が粉々になっちまうぜ。おめえの血がついちまって、さねえな藤本、さあ答えたか。このくらいで泣き入れるとでも思ったのかよ。これからだぜ。舐めた口聞くじゃねえか。まだ殴られ足りねえみてえだな。言っとくけど、こんなもんじゃ済まさんぞ。うら。うわあ！誰か来るみてえだぞ。ああ。どうした？もっと殴るんじゃなかったのか？こないなら行くぜ！調子こいてんじゃねえぞ！出せろ。そろそろ外の奴らが入ってくる。おめえはやられたふりしろ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞこいつ。お前を怠慢で倒すって大ボラ吹いた俺にはメンツってもんがあるんだよ。俺にカッコつけさせろ。お前の方がやられたみたいな顔してんだ。でねえと袋にされっぞ。やられたふりするか、それとも本当にやられるか、二つに一つで。
藤本、どっちが勝ったんだか分かんねえ顔してんな。なんだ、派手にやったな。でも派手っつったら池戸がな。そうそう、藤本が危ねえっつったら3階からポーンと。それはいいけど、誰かハンカチ貸してくんない？三村じゅねえ、誰か。おお、ありがとうゴリラマン、本当の友はお前だけだ。この時彼の頭の中にはどうすれば香織ちゃんが元のように話しかけてくれるかという問題しかなかったという。